こんにちは、トリカラチャンネルです。孵化から18日目の朝。昨日はとても元気だったのに。卵抱えて元気に泳いでいたのに。脇腹に抱えていた卵がなくなってますので、産卵は済んでいるようですね。産卵した後で力尽きてしまったのですね。まだ飼育は終わっていません。カブトエビちゃんの子供たちが砂の中に眠っているはずです。飼育水を抜いて1時間ほど放置、そしてイロハス天然水を注入。底砂は洗わずにそのままです。産み散らかされた卵の孵化を促します。この方法は過去の飼育経験から編み出したもので、飼育水を抜いて少し置いてから注水すると、産みたての卵でも孵化が促される現象を何度も確認しています。その経験をもとに飼育続行です。うまくいくかどうかは分かりませんが、それなりに自信はあります。うまくいかなくともまだ卵のストックはありますし、とにかく継続です。クレソン玉は今も元気。追加クレソン補充です。クレソン玉に若いクレソンを乗せることで玉の大きさを保つ方式にしてます。そして今回は実験的にエアレーションしたまま孵化に挑みます。めっちゃ弱いエアレーションでベビーは育つのか。この学研水槽ならできそうな気がしてます。というところで今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。カブトエビちゃん、誕生せよ。